同時代なんですね、がやっぱり全然違うんだと、王さん両方の作家についたことがありますからね、おっしゃってて、で松島さんの場合はやっぱり撮ってラッシュを見て、それで緻密に構成を練ってまた撮りに行ってっていう繰り返しを、カメラマンと一緒にしていくと。で小倉さんの場合はやっぱり自分はまず現地に行くんだけども、そこでこうインスパイアされたイメージですねっていうものを持って、であとは撮ってこさせて自分で編集して、そのイメージに合わせてこう作っていくというような違いがあるなんておっしゃってたんですけれども、下さん同時代でね、やっぱりいろいろ作品を作られていた小川さんに対してどんな意識、あるいはどんな思いを持ってらっしゃいましたか？いや、それは僕の答えることじゃなくてね、みんなね、小川と慎吾とどこが違うかね、みんなそれで考えなさいよ。面白いから。でね、小川慎介と僕と違うとこはね、彼は本当に映画が好きです。自分の写真も人の写真も、それから新人であろうと何であろうとね、映画しゃべってはね、もう至福の人ですよ。僕はあんまり映画好きじゃない。好きなって映画の現場は好きですよ。撮ったり、特に編集は大好きです。だけど僕は映画雑誌ってのは買ったことないんです。映画の本はもらうから持ってるんだけど、俺自分で買ったことはない。僕は新聞記者になりたかったんですよ。ところが全然道はない。で、まあ映画も面白いだろうなって思ってやってるんで、だから黒木なんかね、僕は浴びるんだけどね、仲間の映画見ますよ。それから知ってる人の作品はビデオでね、必ず見ます。でも外国だろうが日本だろうがね、いいっていう映画はいいに決まってるんですよ。多分僕は素晴らしい映画だろうと思うから、見なくても済んじゃうんですね。機会があったら見ようと思います。だから小川慎介はそういった意味でね、僕は稀有なね、映画好きですよ。世界に冠たるね、彼は英検型ね、映画研究会型の、比類なき男ですね。僕は車検型なんですよ。わかりますか、車検。まあいいや。じゃあ皆さん、映画を見て土本さんと小川さんの違いをぜひ、発見していただきたいと思いますが、森さん、さっきのほら、現在意識というか、撮ってる側のね、その辺で何かありますか？あんなもう補足なんかできないですよね、もう。ちょっと考える、ちょっと違う話して、ちょっと考えるね。あと何分ぐらいなんですか？あと7、8分なんですけど、実は今日ですね、対馬さんの、証言集っていうのかな、なんて言うんだろう、を作るのでカメラが回ってるんですけども、そのプロデューサーを、なぜか、ワープロのプロデューサーでやってる瀬谷さんがやってるんですね。で、瀬谷さんが今日いらっしゃってますので、ちょっと瀬谷さんにも壇上に上がっていただきまして。小川プロに関してですね、ちょっと今回、小川慎介さんの特集をやってる、上映もやってるんですけども、ちょっとその辺の話を、していただけないかなと思いまして、ちょっと、布施さん、お願いします。やっぱり何の話と言いますか、同時代に、土本さんが向こう、海の方で、水俣の方でね、映画を作りながら、小川さんは三里塚や、牧野の方で映画を作ってたわけですけども、その辺どういう、こう、なんていうのかな、意識されていたかとか、小川プロとしてですね、あるいは小川プロとしてどんなふうにこう撮ってらっしゃったかとか、ちょっと漠然としてますが、一言。そうですね、僕は、先月から実はこの土本さんを ずっと、撮り続けていこうということで、撮影を、開始したんですね。で、ちょっとそのことをまず触れさせてもらいます。小川は実は1992年に、亡くなりましたけど、ほぼ11年前ですね。その時はもう本当に急速な体の衰えというか、入退院繰り返しまして、短い間の中で亡くなっていったわけで、その当時、本当に看病に追われた、金策に追われた、そのような時期が続いて、実は僕の中に、小川を撮りたいという、気持ちはもちろんあったわけですけど、そういう余裕がとてもなかった。その小川は、僕らスタッフに、あまり言葉を残さなく亡くなっていたわけですね。で、そのことが僕の中に、
まあ、ずっと、まあ、ありまして、まあ、この数年来、まあ、実はあの辻本さんとはもう随分昔から、存じ上げてるわけなんですが、この数年来、まあ、非常にあのいろんなことあるごとに、まあ、時々お邪魔したりして話していく中で、僕の中に、まあ、辻本さんを撮りたいという気持ちが芽生えてきたわけです。でそれはあの小川を撮れなかったという気持ちが僕の中に随分ありまして、で同時には、小川さんより、まあ辻本さん年配なわけですね。今年で、誕生きますと75歳だそうですが、お前のことを考えてみると、やはり、うん、この、まあ一つのドキュメンタリーの、歴史の中で、非常に確固たる、作品を作りですね、今なお、まあ、僕らに刺激を与えてくれる、そういう監督、その言葉、まあ、映画術といいますか、そういったものを、まあ残さず、まあ、捉えてみたいということを思いまして、で撮り始めたわけです。で、まあ、僕はそういった意味ではこう同じ、まあ、ある種時代の中で、まあ共生している、そういう人間の、まあ、言葉ですね。その中で、まあ、いろいろいらっしゃるわけですが、中でもやっぱり、ドキュメンタリーを凝らす人間として、まあ撮れなかった小川のその言葉をもう一つ別の角度からですね、辻本さんに当てて、そして、まあとにかく、まあ辻本さんの全、言葉を、まあ、捉えようと。でその中からそれができる、どういう形でできるか、まあ、まだ僕の中にないわけですけれども、おそらく、まあ、今日いらっしゃってる、まあ、映画を凝らす方がたくさんいらっしゃると思いますが、そういう人たちに、その辻本さんの言葉であれ、あるいは、映画を通して語られる言葉ですね、まあ、そういったことが、何かしらの僕は刺激を与えるんじゃないかと。でそれを肯定するにしろ批判するにしろ、やはりコース通りしてはできないよというものを僕は今できる中で作っていきたいというふうに思ってやれるわけです。ちょうど辻本さんもまあ75歳になられますし、まあ、見かけ通りまだお元気ですからね、いつ、まあ、小川のように倒られる時期が来るかもしれない。でそこの時に撮りたいと思っても撮れないわけですから、今のうちに、まあ、この1年2年時折、ご自宅に帰ってですね、そして、まあ、こういう場で、まあ、捉えてみようということを、まあ、思ったわけです。で、まあ、辻本さんとね、小川さんの違いっていうのは、まあ、先ほど、大島さん、大津さんの言葉として語られました。ちょうど僕もつい先日は大津さんに会われまして、同じようなことを聞きまして、なるほど、やっぱり大津さんは、両方の監督に疲れた方ですから、よく見てらっしゃるなというふうに思いましたし、そういった意味で、まあ、とても面白い存在でもありますし、で今日は、また、森さんというですね、若い、世代の監督、そして、まあ、ずっと、長年やっておられた、辻本さんとこの話が、とてもこう関心を持ちまして、まあ、やってきた次第なんです。その後、はい、楽しみですね。ありがとうございました。久井博さんでした。ちゃんと出来上がることになっております。あれですよね、例えばその患者さんとその世界って映画の中で、まあ、今回僕見直して何回多分気づかなかったんですよ。17年前ですからね。患者、まあ、水俣病の、まあ、患者というか被害者たちが集まって、なんだっけな、お金のね、なんかまあ相談ですね、それの保証をどう使うかみたいな、あるいはそのじゃあみんなで株を買って、この一株運動かな、でそれでまあ乗り込んでいって、窒素に乗り込んでいって、こうやったら敵はどう出るだろうかみたいな、そういうまあ内部的な部分ですよね。あとその知らぬいからかな、そこでもやっぱりその御殿ですよね、保証金でできた御殿とか。で多分それってのは、まあ、想像ですけどね、そのテレビ的制約の中でやっぱなかなか出しづらい部分なんです。つまり被害者の方がそういう、まあ、ある意味で人間臭さがあるみたいなね。でこれは、まあ例で言えばその例えばその障害者のドキュメンタリーとこれからでも、ね、身体障害者のドキュメンタリーテレビでもあるけれど、まあ、大体、まあ、清く正しく天使のようにね、美しくみたいな、で感動ありがとうみたいなね、被害者にもこんなずるいやつもいればな、被害者じゃないんだ、障害者の中にもこんな小ずるいやつもいるとかね、こんなに性欲勝手なやつもいるとか、それはテレビではなかなか出しづらい、絶対出せないわけじゃないですよ、やり方はあると思うんだけれど、やっぱりでも結構圧力はあるんですよね。その中でやっぱりだったらもう、違うところでやっていこうっていう気持ちになっちゃうのもあるし、 でもまあ多分当時の映画の中でっていうか世相の中でもね、水俣病の患者の中でこういった形でみんながお金を相談してるとか、そういったシーンってものは
多分結構勇気がいったと思うんですよね。取ることも繋ぐことも出すこともね。でやっぱそれは同時にね、まあ、ある意味でその相手を傷つけることにもなるでしょうし、やっぱそのね、その傷つけるんだけど俺はそれをやりたいみたいな、ずっとそういう狭間の中で父もさんやってきてるんじゃないかなって気がするし、で、あのご本人前にしてあれだけどやっぱ優しいんですよね。でね、本当はね、あんまり優しい人間はね、ドキュメンタリー無理ですね。辛いです。で、僕も結構優しいんですよ。だから辛いです、ドキュメンタリー本当に。だからなんだっけ、今週刊モーニングでやってるコッコちゃんっていうね、全然話変わっちゃうんだけど、漫画があってそこでね、なんか今週号で報道をやりたいっていう主人公にね、いやお前は優しすぎるからできないっていう文脈があった。これそのまま当てはまるなと思ったんだけど、でももしかしたらね、あまりこう感じない、動じない人が作るドキュメンタリーよりもそうやってなんか自分もね、返りじゃないね、自分自身もなんかボロボロになりながら作っていくっていう方がなんか、まあ見る方にしてみればね、見応えもあるんじゃないかなっていう気は。だからそこでまあもしかしたら土本さんが頑張ってこられたんであれば、僕もその辺にかろうじてなんかぶら下がれるんじゃないかなみたいな気は今日しましたけど、まとめちゃった。いや、ありがとうございます。森さんはあれですよね、 A3 に向かって頑張るんですよね。で、土本さんは例えば今なかなかね、撮れる状況ないと思うんですけど、今の状況、じゃあアクションドキュメンタリーというふうに、ね、目を打ってるんで最後にお伺いしたいんですけれども、今撮ろうとしたらですね、いろいろ映画の構想常に練られてると思うんですが、今の時代この状況なんか撮るとしたらどんなものっていうのありますか。最後にお伺いしたい。そういうふうに考えたことはないんですね、僕は。だから今やたら忙しいんですよ。うちで編集ばっかりやってるでね、リニアっていうね、編集機を手に入れたらね、永遠にエンドレスなぐらいね、直せるんですよ。それね、困っちゃったね、今ね。まあ締め切りがあるとね、もうここらで放り出そうってなるんだけどね、やたら時間があるもんだからね。今何を直してらっしゃるんですか。今ね、アフガンこんなになっちゃったでしょ。そうね、僕はアフガンに行ったのが1988年、いわゆる今の現実主義者の前に社会主義的な政権があったんですよね。で、僕はやっぱり左翼の人間ですから、ルートを作ってですね、西側世界ではね、ただ僕たちのチームだけが許されて撮影したんですね。で、そういう機会はあんまりないと思うから、映画にはね、ここにも持ってきてますけども、よみがえれカレーズっていうやつをね、発表しました。で、これは今これから行くニューヨークでも韓国でもね、必ずやります。つまり今十何年ぶりにね、また、誇りを払ってね、世の中に出始めて、それをやってくれたのはこの人が、一昨年のね、11月に、ボックスで上映して蘇りましたね。僕に相談なんかなしにこの人やったから、それ以来僕は頭上がらないんだけどね。それで蘇りました。で、蘇ったらまた見直したらね、直したいとこが出てきちゃってね、悪いけどね、山上さんというプロデューサーに頼んでね、ワンカット直しました。で、その直したところを気づかれる人は相当映画にシャープな人ですけど、まずわからないでしょ。5秒を直しました、5秒、十何年ぶりに。そこにあります。それを見破ったら僕は頭下げます。カットを削ったか足したか。ね、あるカットがね、9コマしかなかったんです。で、その9コマにね、ものすごく意味があるんですね。 目ですよ。それをペーッと5秒伸ばしたの、サイレントで。そうすると我々を刺すんですね。やっぱりそのギャッとして見て目を伏せたんで、キャメラマンはもうそこまでと思ってキャメラを止めたんですけど、この7コマの目の動きがその人の言いたい目の動きだったんですね。で、僕はそう受け取らなきゃいけないけど、映ってなかったからね、やむを得ず。まだ直して2ヶ月かな。大変でしたよ、これ。現像部からね、何かをやるし、関連して英語版も直すし、ビデオも直すし、ね、大変でした。まあ、余計なこと言って時間ないですけど、今、ビデオ、アフガン関係2本ね、95% できてます。だけど、リニアでね、もう終わらないですね、なかなか。困ってます。出来上がったら、それなりに役立つ映画だと思ってます。それから、もう一つは僕が
ビデオでね撮った、あのこれは今言ったあのアフガンのやつはちゃんとしたキャメラマンが撮ってそっくり未使用にしておいたね、いつかこれをまとめようと、と未使用にしていたやつを、今まとめてるわけです。でこれはあのとても絵がいいです。それから今水俣関係でこれから1年ぐらいかけて編集するのは全部僕とここに嫁さんがいますからね、2人であの音を取ってもらってね彼女に、で僕も回した、やつです。でこれを1回だけですね、あの集会で発表しましたけど、なんとか面白いと思うんでですね、今 DVD にしたいという人がいるんで、そのための編集をやってます。その他アフガンの宝物がね、皆さんもご承知の通りすごい宝物があるんですね。人類の歴史がそこから紡ぎ出されて解釈できるというのは宝物があるんですけど、7割がねないって言うんですね。もうムジャヒディンに盗まれたりね、銀貨なんかの展示はみんなこれですよ。もうこれだけ持ち運びのできる高価なものないですからね。そういったのを僕は全部撮ってるんですよ。およそムービーで記録したフィルムは僕のところにしかありません。フランスのギミにもありません。でこれはアフガンの宝ですからね、だから撮ったものは全部作んなきゃいけないと思ってビデオでやってるんですけど、同時に絵はがきをね作ります。でその絵はがきに載ってるやつが東京のどっかにあったらね、これは盗品です。だからね、あのまあいわば本物の、ね、絵はがきを24枚一組で6月に出版します。まあ、そういう雑をやってます。ありがとうございます。あのぜひあの過去のそういう蓄積といいますか、そういうのがまたどん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 蘇ってきて、作品になっていくことになっております。本日はあの土本紀明さんをお迎えしました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。これにて、授業を終わらせていただきます。さっきの本忘れないで。それからあの筒本さんは特別にお持ちいただいた、関連書籍も置いておりますので、どうぞ、ロビーの方でご覧ください。本日はありがとうございました。一緒に写真撮ってもらってもいいですか？まんまーなーよろしいですか？ちょっと、はい、あ、こちらですか？すいません。親とひ孫かな。これはフィルム35ミリキャメラ、あのデジタルじゃなくて、はい、すいません、すいません、すいません、お待たせしました。すいません、ボールペンね。はい、はい、お名前の方、木村達也。達也は建設の件に、珍しいね。志賀直哉の矢だ。親が怒ったな。どうもありがとうございます、はい。道場からやったらね、道が通ってくるのかな。
先日あの角さんのところに僕の名古屋の友人で孫っていう韓国人がいるんですけど、あの僕の友人でして、この間角さんともお世話になったんですよ。もうちょっちゅうね、はい、メールが来ました。優秀ですね。ハートが熱い男なんですけど、ハートが熱い男。何の？ハートが熱い男なんです。すごいです。素晴らしいです。もう3日に1遍ぐらいメールでやってますからね。あ、そうですか。あとは健康なんですか。僕彼と同じ社会学です。ちょっと今ちょっと3年間をやってる。あ、これこちらです。あ、返してください。いやいや、俺はセールスマンとしても相当すいません、最初に紹介していただいた本の名前も一応教えていただきます。はい、はい、ね、佐藤忠夫さんのね、はい、中高文化、はい、もうどこでも売ってますから、中高文化ですね、はい、映画と真実。ありがとうございます。ソネットのテレビのインターネット TV ですか。新創創局でなんかドキュメンタリーの作家の、番組をシリーズ作りたいので今日ご紹介する。シリーズですか。はい、新創創創でスカイパーク TV というあのところにいろいろチャンネルがあるんですけど、そのチャンネルの一つの曲なんですね。ははそれでドキュメンタリストという番組を4月から1時間番組を始めまして、それ言います。月、いただきます。月1、一人の方に、その方の、企画というか、それおかしいですけど、優先放送ですか。TV でも見ることができます。秋頃にぜひご出演いただけないかということで、あ、僕また改めて この人に全部聞いて。あ、だからそれがとても面白い方だから、一度僕はだってあなたが撮影するね、時間がこの人豊富だろうからさ。でも私はカメラマンじゃないんですけど今日はちょっとすいません、私が撮らせていただいて、じゃあ事務所でですね、どんな感想を持つのかね。まだ撮っている。もうね、一日が回してますよ。どうやってまとめるんですか。そうだよね。どうやってまとめるんだろう。もう興味津々だよ。まとまりきれないかわからんけど。僕は彼に演出で、演出でやるって言ってんですよ。編集なんか手伝うのがいっぱいいるから。いや、今日ね、そうだ、テープ起こしを起こしてくれた人たちも、ね、3人ほどいらしてるから、ちょっと紹介します。いいじゃないですか。いいじゃないですか。関係ない、私まで。失礼します。
俺と話してるね、帰りにね、おひねりを渡したくなるね、本当に。いや、うん、あの、小川さんも確かに、あの、うまかったですよ。引き込まれた。うまいよね。坪さんはまた別の味がありますよ、やっぱ。別の味。別は別だけど。別の味が、いいや。別だよ。僕なんか生きてる、生身の小川さんと一度も接触したことないんで、だから、悔しいですね、そういう話を。安岡なんかもかろうじてどっかでちょっと立ち話したなんてのがあるから、自慢げにね、ちょっと言いますから、ね。土本さんとはもう前に、ね、いえいえ、ちゃんとお話しするのは今日初めて、初めてですね。あ、そうなんですか。去年か、去年やっ、うん、山形で川村照子さんの見て、そしてあれ感動したんですよ。で安岡はもう飛んでっての終わった後に話してた。僕はそれ遠くでね、近寄りがたくて。ずっと見てます。安岡さんはなんか立ち上がれなかったって映画終わって、うんね、うん、なんかそういう、あれは衝撃でしたよ、はい、うん、川村照子は。あれは僕がね、喋、うん、ったからね、そうなったんだよ、うん、あの映画だけで見てどうかな。まあでも、まあ、ついるから喋ったけどね、うん、でもやっぱりそういう人、反応がね、あったわけで。なんか僕はもう、俺の一体この映画人生は何だったんだ、そのナレーションはないんですけど、なんかそういううめきが聞こえてくるようなね、なんか錯覚なんですよね。でももう一回見直すと、そのこと決しておっしゃってないんだけれど、その時それを聞こえたような気がしてましたね。どこでやっぱり坪さんとの鴨さんがこう重なるところっていうかね。そうなんです。今日違うの、僕はね、人間不信だからよ。だから、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。いや、今日ね、あの、この坪さんの撮影、まあ、トークのテープをね、起こしてくれる、あの人たちが何人か来てらっしゃいまして、あの、北川さんです。はい、あの、いらっしゃった北川です。それから、金丸さん、あの女性ですね、はい。それから佐藤、はい。一応3人。もう1人いますけども、今、関西に生活されてるから、来れなかったんですけども。今ね、5分ぐらい。あの、起こさなきゃいけないけど、時間がないやつがあるんだけど、ダメかな、うん、あのね、まあ、あれですよ、川本さんの話で。あ、まあ、まあ、いいや、ゆっくりやる。ほら、孫さんの方じゃん。孫さんの方じゃん。孫さんの方じゃん。孫さん、ビールじゃなくていいんですか。ビールじゃなくていいんですか。はい。僕はもう、79年にアルキューになって以来。須磨さん、あのね、この前あの前回、加藤さんのアシスタントで僕がいました。ちゃんとご挨拶できなかったので、朝日も、はい、今日は演出の方なんですけど、しばらく加藤さんの助手で撮影に参加します、はい、いや、いろいろ手伝ってね、くださる人いるから。森さんの連絡先聞いたかも。さっき、どうしよう、お渡しします。じゃあ、どうもすみません。久さんもいいの。ああ、じゃあこれ、あ、無理なんだ。昼酒美味しいですね。じゃあこれ、いろいろ書いてありますから。志麻さんの前であんまりこう、ぐりぐり飲んじゃまずい。飲んでいいですよ、もう。もう飲まなくなってきて。10年以上ですもんね。で、これからね、あの、彼らも、あの、撮影の時は。80年だから、そうですね、10年以上だから。やっぱお野菜になったものはその頃からですか。いや、最近痩せてきたんですよ、なんか知らないけどね。最近痩せてきたんだよね、つぼさて糖尿もあるし、65キロから痩せましたね、何キロですか。皆さん名刺持ってる人くださいね、逆に。今64キロだと、54キロか、私より低くなってた。54ですか。54キロだったんですよ。ちょっと痩せすぎかな、もうちょっと太ってもいいですね。食べないんですよね、あんまり。食べないし、運動しないでしょ。あ、お腹空かないのでね。そうそう、最盛期はそれこそもう、すごかったですもんね。え、最盛期は。お酒ですか。いや、80、90キロだったり。志望さんは、60… 僕は66まで、そのままですね。ずっと変えなかったんですよね、66キロが。そうね、小川さんと違って、そんなむちゃくちゃ、ね、太ってたわけではない。うん、そうですね。これやっぱり、ここと10キロです。おじさんはテレビはもう、うん十本のキャリアですよ。うん十本、そう、それ、3、40本あるでしょう。だから僕の場合、
ちゃんとした番組もありますけど、あとあのニュースの枠の中であの要するに特集ってありますよ、ね、10分ぐらいの、あれが多かったですね。10分15分ぐらい、そうですね、はい、ザ・スクープの？ザ・スクープも何回かありました。 あれなくなっちゃうもんね、番組。じゃあ、あの久米宏なんかのところ、ニュースステーションも何本か作ってます。なるほど。まだやっぱりあの本当はやっぱ報道系は報道系のバイアスみたいなのがあって、それこそもう公正中立とかね、もう毒にも薬もならないことを要求されるんで、あんまり好きじゃないんですけど、ただ毎日やってますからね、デイリーが。だから枠はいっぱいあるんですよね。普通やっぱりドキュメンタリー枠って今テレビじゃなかなかできないし、できてももう本当に予算もギリギリですからね。テレメンタリーなんて30分なのにいくらだっけ、180万とかで完璧じゃん。作んなって言ってたもんですよ、ね、それで逆算すると、現場は何日ぐらい使えますか。普通だったらもう30円か40円でもう出せないよね、180万だもんね、まあ、だから今逆にねこういったものがありますから、だからねそれはやっぱり力関係で弱いんですよ、受注する側がもう言いなりになっちゃってね。いや僕は今質問したのはその予算だと例えば東京ものでね、何日ロケできますか。180万でですか。普通の ENG だったらどうでしょうね、やっぱ編集でいくらこう一生懸命コストダウンしてもやっぱり3つか4つでしょうね。3日か4日とか、出せないかね、下手したらもう2日とか、それで1本作んなきゃいけないんですか。いいものできっこないよね。で編集は自分で終わりなんでしょ。僕はそうです。あなたのタイプは編集が一番編集面白いです、大事ですよね、いやさっきも壇上で口滑らしたけどね、ノンリニアってのはもういいですね。もう僕のスタートの頃にあんな機会があったらね、僕は多分ああいう機会で仕事してますよ。そうでしょうね、でも編集が終わんなくなっちゃったら分かりますね、3日経ってみたらちょっと違うなって、やっぱそれは常にこう人間と思うわけで直すのにね経費がかからないっていうのはね困るんだよ。劣化もしないしね、いくら何しようがね、もうやめるっていう決断が必要ないから。あのね締め切りを決めちゃうんですよ。逆に言えばね、人に決めてもらうんですよ。いつまでにもうそうでなきゃ終わらないもんね。徹夜しようが何しようがね、もうそれでやるっていう時に一種ね緊張感もあるでしょ、もう締め切りがないともう地獄だな俺漠然たると締め切りあるけどね。鶴本さんの場合、例えばあのフィルムでやってこられた作品の場合ね、どこでこうもう、アップだっていうかもう撮影終わりっていうその辺のあのこう締めっていうのは決断は どこら辺なんですかね。やっぱり一緒にやってる人は大体この辺じゃないって言われたらね大体まあそういう海月みたいな、海月っていうかもうそういうこうなんか感じてきますよね、こう、まあ今のところはうまくいったなぐらいの設定だけど、やっぱりさっき言ったように十何年経ってねワンカットね変えるんだからね、もうみんな唖然とするけどね、やっぱりあのもういっぺんこう世の中に走るでしょ、あの今度韓国とあのプラティセミでやりますからね。それでも逆に言うと 7フレですか。よくまたその時に7フレだけで入れたなっていうのがね、要するにね伸ばすと金食うと思うからね、みんなやや言うからね、僕はオーバーラップとかねフェードアウト、フェードインっていうの映画で2作ぐらいしか使ってないんですよ。その理由は何でもないの、金食うからだから金食わないカットカットの編集で見られるような癖がついたんだよね。小津安二郎とは違う。だからね、あの今できますからね、リニアで。だから必要なことは使いますけど、もう一目に金食うことは遠慮してね。フィルムはね、ポプチカルはね、一箇所いくらですからね。もうテレビなんて別にやり込むんですからね。やるみたいなことなんでしょ、やめたなんて怒られちゃうしね、ここまで。劇映画だと美術に看板作らせるのが安いか、プチカルが安いかと、そういう計算もしますよ。ああ、なるほどね。
メラって嫌なもんですね。カメラが回ってるって嫌なもんですね。みんなもなんか今一つこうよく見てから。僕はね、人のね、映画に対する批評にね、あんまり確信がないんですよ。はいはいはい。いや、みんなそうですよ。でもそれを確信があるふりをするかどうかの違いだけで、実はそんなね、ダメじゃないかと思う。そんな語れないですよ。確か筒さん、A2 でね、なんで三脚を使わないのかってことを僕ちょっと気になって、あのカメラが振り回してるって、あれは何だっていうことをちょっとおっしゃったことあって、それに今日出るかなと思ったんだけど、三脚使わない理由一人しかいないんで、まあそういうね、思うんですよ、三脚担いで、ね、うん、でも僕は逆にね、あの浮遊するカメラっていうかな、なんか、だから例えばオウムの人たちがいる、からいわゆる市民社会の人たちがいる、といわば一見そのなんか非常にこう分水嶺みたいな形でね、こう分けられてるのがなんか妙にこう溶けかっちゃうシーンがあったでしょ。あの時のこうカメラっていうのはもうその境界をこうなんていうかな、飛び越えていくっていうね、こうこう行き来するっていうか、それをとっても面白かった、あれが生きてるなと僕は逆に思った。深読みの一番最短の何者の考えてない。今ね、これ撮ってるでしょ、この人。で、僕はね、三脚をつけるとね、フレームに対して徹底的に考え詰めるってことが、ね、できると思うの。持ってるとさ、うまく撮れてるかな、マイクとね、距離はどうかなね、まあ、動かないようにしてるからいいだろうというね、それを飛び越えるにはね、三脚つけてね、で本当にここで切っていいのか、ここで切っていいのかね、はい、どこに空間作るのかね、はい、そういうことの意味をね、ありますね、考えるにはね、なんで映画の歴史は三脚の歴史でもあるのかっていうことをね、考えないと、で映画はね、ストップする芸術なんですよ。人間の肉眼っていうのはいつも動いてるでしょ。ピシッとこうフレームが止まるのが映画なんですよ。つまり言い換えたら排除なんですよね。フレーム外のものをどう排除するかってことを。そうです、そうです。それからやっぱり絵のね、絵のコンストラクションと同じで、制限ゲージですからね、フレームっていうのは、それをどこまで考え詰めるかっていうのはね、やっぱりそのフレームを決定するのは一つは演出家の仕事なんですけど、それをね、本当に考え抜くのがキャメラマンの仕事だと思う。だからいろいろやってごらんさい。俺の手は大丈夫だって顔してるからね、分かんない。なんだろう、やっぱりだんだんこう三脚が邪魔になってきちゃったんですよね、僕ね。だから A は最初の頃やっぱつけてたんですけど、ね、途中からもう外しちゃったんですよ。それに徹底してね、手持ちでね、やり抜いた後でね、三脚はなぜかってもう一遍考えてから、考えてます、ね、三脚が使えるところもね、使わないみたいなことはまずやめた方がいいよね、三脚が試作できるってことですよ、はい、試作するとね、手持ちだとね、試作がこうブレに出てくるんですよ、それがまたいいとも言えるけど ね、 そうですね。こっちまでブラブラしちゃうとくたばれちゃうからね、原さんに会った時にもうやっぱりしつこくね、分回しはどういう意味があるんだって、意味なんかないと、あれはもうしょうがないからやったんだって、いや違う、何か意味があるはずだってしつこいんですよ。何かのやっぱ計算があってやったんだろうっていうか、何にもないって何度も言ってるんだけど、会うたんびになんかね、いやそんなはずはない、これに騙されちゃいけませんよとか言ってるから。編集の時に気になりませんか。いや、なりましたよ、ね、そうだろうね、もうそれでやっぱりいっぱい外しましたね。一箇所でやっぱり泣く泣く外したシーンいっぱいありますし、あとやっぱ音ですね。そうですね、音は本当にネックですね。音でもう泣く泣く外した人いっぱいありますね。今でもやっぱり AI2 音はやっぱり弱いんですよ。音は欠点ですけど、でもあれやっぱりギリギリまだ OK で選んだやつで、本当はもっといいシーンいっぱいあったけど、音でもこれからでも無理だっていう、ヘッドホンつけてやっとそれでもうマックスにして、まあかろうじて分かるけれど、これはやっぱ劇場では無理だっていうところがいっぱいありますよね。絵はどん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 こっちに近づいてきてるけど、音はね、いまだにこうね、非常に公式的だけど、あれ見た時に感じたのは、ベトナム取材に行った人がね、カメラ回して
ベトナムでフリーでね、ジャーナリストなんか聞いたり、いろいろビショールでも聞いたり、現地で聞いたりするやつ、ボックスでやりましたね。ベトナムですか？ベトナム、ごめんなさい。アフガン。アフガン。吉岡さんの。吉岡さん、そうそう。伊藤さん、吉岡伊藤さん。あれ見てて、イライラするのはね、いいことを喋ってるご立派な人はね、どういう顔してるかなと思うんだけどさ、なんか鏡でワンカット出るだけでね。で、僕の声から想像していた人よりね、違うわけね。で、違ったら違ったで、そういうふうに聞いていけばいいんだけどね、もうずっと延々と出てこないわけ。もう生涯回してるからさ、回してるから。そういうね、変な映画はね、変な映画っていうか、そういう映画はね、僕の知ってる飯塚君だよ。飯塚君の息子がね、トルコで恋愛した人との交友録を取ってるんだけどさ、で、女が私に惚れてくれたらしいみたいなことをね、まあそうだろうと思うのに出てくるんだけどね、その相手は誰だったの？出ないわけよ、キャメラ持ってるから。その撮り手の飯塚大輔ですね、それは映ってこないっていうことで、最後までわかってもない。これはね、つまらないね。あ、本人が撮ってる本人がね、見えてこない。あ、なるほど、なるほど。非常につまらない。だからそういう時はもう一台ぐらいね、友達に撮っておいてもらってみたいなね、ことがあると。で、喋らないで、質問しないで撮るだけのね、演出の方法だったらね、ありですよ。ところがやっぱり相手に対してね、投げかけて、帰ってくるものを撮るっていう方法が、ビデオだったらできるわけでしょ。だけどその場合に、まず大体の弊害はね、質問の方が音量が違うんですよ、音質と音量が。前向きにはね、この1メートルもあればね、相手の音は拾うけども、こう回してるやつはさ、180度こっち側の声でしょ、と、大体こうなってますよね、音の拾う範囲はね、ちょっと音質が違うんですよ、それから低いのね。そうですね。で、それは静音である程度直るところはありますけどね。まあ非常に単純に言えば、トルコもここにマイク置いてね、ピンマイクかな、見たら工夫がね、あると思うんですよ。そうですね。A の一番最初のロケの時、その時はテレビでやる予定だったから、まあ、テレビのクルーで行ったんですけど、いきなり信者にピンマイクつけ出したから、もうやめろって全部やめさせたんだけど、あれはびっくりしましたね。もうそれが当然かのようにね、やられたんで。あ、そうね、テレビはそうですよね。いや、見えませんよって、こう、うまくやります。そういう問題じゃないっていうね。そこでもうそれでも会議がありましたね。だからやっぱり質問者の声が相手とはどういう位置でね、聞いてるかっていうのがね、大体こう回しながら喋るか後ろだろうっていうふうには思うけども、割と映画のこう音と対象とのねシンクロ性って言いますかね、そういうのは。ロングならロングの音の質、アップならアップのね、アップの声ってのありますからね、そういったのを抽出であるといいというふうに僕は思ってますから。だから僕の川本輝夫は、ゼンハイザーで撮ってます。ゼンハイザーを、8ミリのね、カメラに。はいはいはい。ただやっぱりキャメラ、トゥーキャメラ使うと違うもんな、思うとかね。その一番いい例は 9.11 の映像だったでしょ、ビルが落ちるところ。あれってまあみんながまあこういうの、まあ、持ってますよね、観光客もね。いろんな映像が崩れ落ちるところとか突っ込むところあるんだけれど、みんな音がないんですよ。ないね。思い出すと。ないね。で、それが不気味さね。リアルなのにその音がないっていうね、不思議な映像っていうのはね。あれが世界に与えてインパクト大きいなって。ああ、なんないよ。だからセンタービルに飛行機が、ね、まあやるテロ、ね、遠くの絵は撮れるんだけど、遠くの音は確かにそうね、音ない。音のないビルが崩れ落ちるっていうね、あれが持ってるシュールさってものが、より一層なんかなんだろう、インパクトっていうかね、とんでもないことが起きちゃったみたいな感覚を強めたなっていうね。それはその後のアメリカになり、まあその世界の今の論調になっちゃってるわけでね。そういうのも面白い指摘ですね。あれは本当ちゃんと音があればね、多分違う見方ができたと思うし、
もうちょっと今のね、多分イラクの攻撃はなかったんじゃないかなと思いますけど、うんうん、一種の抽象力はなくなるでしょうね、お互い入ったら。そうでしょうね、うん、今僕がやってるのはね、あの音でシンクロで撮ったんだけどね、音がなくなっちゃったんですよ、うん、だから絵だけ根が残ってるだけで、根からビデオを起こしてね、作っているんだけどね、太鼓叩いていようが、デモやっていようが、全部サイレント。それでもう、これだと思ったけどね、絵だけ残ってるだけで、まだね、大事だから、まとめとこうと思ってやってるからね。今、リュミエールの映画みたいですよ、僕の映画。しょうがない。だから、どういうのができたかはね、もう、言い訳はしませんから見ていただいてね、だから僕の語りでね、でね、ナレーターだと違ってくるんですよね、お分かりでしょ、ナレーターだとね、変にこう、客観的になるから、正確にはなりますけどね、だから僕の語りでやってるんだけど、川本照夫もそうですよね、千代さんですよね、川本照夫さんのあれもそうですよね、であれもね、このノートがあるとダメですね、じゃああれは台本なしで喋ってるんですか？アドリブですよね。あ、そうなんですか。へえ。え、あれアドリブですか？カウントローのナレーションは。アドリブっていうか原稿なしです。ほー。で、今だったらタイミングをね直すけど、もうタイミング直すテクニックも前の古い式のね編集機にはなかったから、全くそのままです。音楽入れたくても金がないからね、あれ、実費4万で作ったんですよ、あれ。まあでも僕も親もいつもそんなもん、まあ4万ってことはないですけどね。でもせいぜいかける5か6かそのもんですよ。そうね、できちゃいますからね、それでまたね。音楽なんかどうするんですか？使わない。そうですね、やっぱテレビやってましたから、テレビと音楽つけ放題なんですよ。あのジャスラックってところは全部一括してるんで、もう洋物から何からも何でも全部 OK なんですよね。でやっぱり A の時にそれで結構苦労しましたね。僕はやっぱりその感覚があるから、中島ミックス買いたいとかなんだかんだいろいろ言って、安岡があそこでもう全部こう申請するとダメっていう、そんな大胸に使わないでくれっていうのが来て、やっぱその辺で自分のやっぱ音楽ってものをちょっと考えてね、で、まあ、あんまり使っちゃダメっていうのは経費がかかるわけ。経費もあるけど、やっぱりあのまあその時中島みゆきさんにも事務所にも交渉したんだけれど、そんなオウムの映画なんかとんでもないって、まあ当たり前ですよね。どんなもんか内容もわかんないのに、オウムのドキュメンタリー映画に中島みゆきの歌使いたいって言ってもね。やっぱそれで、あ、そうか、そうか、映画ったら音楽は簡単に使えないんだなってことがわかると同時に、まあ割と今で安易にね、特にテレビっていうのはまあその協調の音楽よく使うじゃないですか。やっぱそれちょっと考えようかなっていう部分があって、だから A っていうのはだから自分が持ってるテレビ的テクニック全部もやめちゃったんですよ、そこで DVE も全部、それ簡単にできちゃうんだけれど、もうだからオーバーラップ一つないですね、 A はね、全部カットつなぎで、で音楽はあえてね、その強調じゃなくてミスマッチで使おうと思って2箇所使ってるんですけど、音楽使いすぎるとね、あとは僕がやってるのはノンリニアってやつで自分で編集するわけ、はい、普通はそうですよ。もうね、タイマーに働いて買ったんですよ、俺の生きてる間はね、コンピューターなんかもう嫌だと思ったんだけどね、便利でしょう。ところがカタログいくら読んでも分かんないんだよね、カタログ読んでも分かんないし、もう全然、もうこんなもの、もう売り出しちゃうかと思うぐらいね。いや僕もだって本当にオペレーションは安岡ですよ。安岡はその辺もマニアックだから、もう全部カタログなんかの把握して、それで全部もう腕まくりしてやりますからね、僕はちょっと機械あんまり強くないんで。それであのね、映画美学校出たね、女の人でね、もうアルバイトでね、結婚式ね、それを一部指示取ってね、納品してカパッともらうってことだけでね、生活はできるね、で、性質のいい人でね、馬場智子っていう人だけどね、で、その人は複雑なことはまだできないけど、大抵のことは手が早いな、ものすごく手が早い、知ってるから機械、同じ機械だ、彼女の持ってるのと使ってるのとね、で、その人に頼んで
こういうことやりたいんだっていうんでやり方を見てて教え方がうまいんだよね、うん、それでね順つなぎとか、うん、もう大抵のことはできるように。なるほどね。で その方にやってもらってるんですか。えその方がオペレーションやってるんですか。いやそれだと覚えないじゃない。だから、うん、奥さん急ぐ時はやってもらうけど、あの、うん、やるところは全部やってしもさんもやるんですよ。で編集は別にあの VHS でね自分でやるのは自分でできるんですよね。で僕はやっぱ一人でやりたいんですよ本当は、うん、で安岡にもそれ言ったんだよね、うん、であいつもやっぱりこうしろこうしろあしろって言うとんって顔したりするわけ。こっちが気になってね、いいこと言うのかサンプル出した方がいいのかなってね。それが嫌で、うん、一人でも個室でやりたいんですよ、うん、でもやっぱりそのまあノンリニアで今回やらないと、うん、どうしてもその V でやっちゃったらまあスタジオ使わなきゃいけなくなるから、うん、やっぱお金かかると、うん、もう私は全然金がないぞって言われてもうやむなくしょうがないんだけど、やっぱりその安岡のバイアスがあるんだよね。ぶつかる時いっぱいある。いっぱいありますよ。だって2人でしょ、うん、3人だったらまだいいんですよ達成できるから、うんうん、2人だったらもう僕はこっちって、いや俺はこっちだと思う、うん、それでもう誰も中庭調停しないし、うんうん、何度もありますよ、もうバカ野郎って言って帰ったこと。対立だね、うん、まあ俺もそうなるだろうな、うん、編集そうなっちゃうとかね、うん、撮影ってのはどっかでやっぱり、うん、なんか人の意見をまだ聞くところなんだけど編集なんて聞けなくなっちゃいますね、うん、あれね不思議なもんでね、全面的に出ちゃうからね現場をね。一緒にやった助監督さんがいると助かりますね。あの現場だけじゃなくてね、オペレーターだけっていうのは僕もあまり経験がないけどね、今度の馬場さんっていうのであのやってもらってますけどね。例えばね、患者さん総世界はね、あの映画で初めて映画の仕事をしてあの映画で辞めた男なんです。だから映画に興味あるわけじゃない、いろんなことをやりたい人なんね。でやっぱり助監督が僕欲しいからね、うん、で、あるとね、これでどうかって聞くとね、うんとかね、うん、なんとか言うんですよ、うん、それは役に立ちましたね、うん、あのやっぱり最初のお客でしょ、うん、その青年がね、うん、だから、しかも現場知ってるから、うん、あの嘘も言えないでしょ、うん、その人だから、そういう人はいいね、うん、僕は確かにね、うん、それはまあでもある意味でまあ序列って言い方変だけど、それがまあはっきりしてるからいいけれど、僕と安岡なんて要するに千島さんと黒木さんが一緒に編集やってるようなもんだから俺はもうまとまるはずないんですよ本当はね。編集って上手い人ってのさすごく威張るでしょ。そうね、うん、なんでなんでお前これフィクシアもうちょっと撮んないのみたいな、もうそれが伝わるんですよね。こっちも意地になるし、本当は多分こっちが正しいと思うんだけど、これちょっとこう曲げたくないなとか、ね、変な意地になったりとかね。あ、妥協できないね、うん、一番なんか画が出ますよね、編集ってね。いや、それがテレビの歴史にね、あるんですよ、うん、あのオタクの時期にはもうね、そういうことはないと思いますからね。さっき言ったようにね、テレビ局には映画人のね、参加が絶対行ったんですよね、うん、映画技術者、うん、で、演出関係は入れない、うん、蓋付きは、蓋付きでも技術はね、入れたんですよ、うん、で、やっぱりね、例えばもう次では編集技師になるクラスの人とか、うんうん、だからキャメラマンの記事ぐらいだったとか、そういう人はもう一本で入るわけですね、うん、でそれは撮影部の部屋とかね、うん、録音の部屋とか編集の部屋をそれぞれもらって、うん、まあ、割り振りでやっていくんだけどね、うん、そこの規律は撮影所システムの規律なんですよ、うん、あのだってテレビみんな未経験だもん、うん、あの若い子入ってきた人はね、うん、演出だってあの現場のアレンジマンみたいな扱いでさ、うん、演出とはいうものをね、うん、だみんなどっかで俺たちが頑張んなきゃこの番組できないってこと知ってますからね、うん、だからね実に規律が厳しいわけ、うん、でね三脚を使わない撮影なんて認めない、うん、そうするとみんなそういうもんかと思うよ、うん、だからずっと保守的なね、うん、撮影の習慣が撮影に続くわ。それから僕はあのテレビの仕事やる前から、まあ、仕事してたから、あの編集はもう僕がやるってことはもうみんな知ってたからね。だから僕だけですよ、あの内山のところで編集自分でやったのは。あとはあのベテラン編集もいるわけね、言うことをよく聞く、名編集もいるんですよ、とみんな後ろの席の後ろにいてね、こう
ああだこうだ言ってればその通りになるわけ、うん、それが僕はできないね、うん、つない方によってさとんでもない面白みが出るからね、うん、それをよく知ってるから僕だけはね、うん、例外だった、うん、編集部で言えばね決まりがあるわけね、カットポジを捨てたやつを戻すなって言うんだよ、うん、NG でフィルムだよ、 NG で一旦切ったらね、うん、もう二度とそれに手をつけて迷うようなことはプロじゃないっていうね、うん、あれがあるからね、それはもう収集がつかなくなるからってことなんですか、だから監督さんがさ、あの捨てたかともう一遍やってくれないって言うと戻してはくれるけど、うん、散々嫌み言われるわけよね、うん、お前分かってないなみたいな、うん、それでみんな並行してさ、うんうん、だから本当に自分でやったような気になる人は少ないですよね、うん、大島もそうですよ、うん、ノンクションだったらみんな編集マンのね、うん、その代わりベテランよ編集マン、うんうん、だから